姉さんのことが好きなんですけど。え？だから僕はあなたが好きです。僕と付き合ってください。ごめんね。なんでですか？ごめんね。私は君のことを弟としか思えない。ごめん、今日は帰るね。もう来ないでください。僕に姉なんて必要ありません。地味で目立たない読書好き男子に思いを寄せる美少女ってなんだよ、ラノベか。しかも振られたって。だったら僕は何なんだ。主人公に振られたサブキャラの母親のパート先の子供。サブキャラどころかオブキャラですらないじゃないか。クラクラリ、クラクラリ。